味の素スタジアムでの今季12節 FC 東京対北海道コンサドーレ札幌のゲーム23分です。解説は奈良志明さんです。本当にこれですよね、はい、東長いから FC 東京らしい鋭いねカウンターから本当にここしかないっていうと通しましたしね。そうですね、我慢して我慢して倒れずにこれで FC 東京はこの試合得点ちょっと厳しいんじゃないかなと思ったと思いますよね。ねえ、そういうのがいいですか、はい、39分です。札幌福森からルーカス・フェルナンデス、まあ、ダイレクトで福森選手が入れた中、まあ、逆サイドの、ね、ルーカス・フェルナンデスが入ってきてこれで、ね、よくね林選手が下がりましたよね。足良かったですね、はい、前半は0対0でセカンドハーフに入ります。先制点59分です。 FC 東京ボールを奪ってからねカラーパートのクリアをね、まあ、迷いなく左足振り抜きましたよね、はい、まあ、いい高い位置にポジション取ってましたしね、ここ行き切りましたよね。さっきもしっかりと読んでましたから、まあ、これはもうクソイン選手もどうしようもないですよね、はい、このコースですし顔を上げて一旦キーパーと駆け引きすることができてましたね、はい、札幌です。63分、いやここもですよね、完璧なピッチからね、チャナティック、まあ、ここから草部のパスが入ってここで溜めて、はい、もうここしかないっていうところですよね。入ったと思った絶対入った、はい、伸びてきましたよです、ね、2点目は FC 東京69分です。久保のゴールシーンです。こっからです。そうやっぱスペースもありましたけどね、ずっとでも落ち着いてましたよね、エリア内で。ここからディエゴ・オリベイラがボールを運んで、ここでしっかりと間合いもありましたし、もう自分のタイミングでやっぱ打つだけでしたけど、もうここもう狙ってると思うんですよね、福森の股間ですよね、はい、札幌87分のシーンです。深い位置までボール運びましたけどね、チャナティップから鈴木武蔵、まあ、少し判断変えて、はい、まあ、チャナティップ選手が、まあ、パスに変えましたけどね、ここ寄せてますから、いや寄せてますよね、東と小川ですよね、こういうところは随所に出てましたよね。